シャープス銃。シャープス銃は、1848年に、アメリカ合衆国のが設計した、大口径単発形式の小銃、並びに、これを母体とする、小銃群、シリーズ。1881年に生産終了となったが、長射程及び正確性により高い評価を得た。1874年にかけて複数種の光景が、開発され、 アメリカ国外でも多くの国で軍用の兵装として正式採用された。金属薬莢への移行に成功した数少ない小銃の一つでもある。シャープス銃の復刻生産は現在も行われているが、19世紀当時のシャープス銃の生産企業とは無関係である。西部開拓時代を描いた映像作品や書籍、西部劇にも数多く描かれることから、 西部開拓時代を代表する重機としても認知されている。最初のモデルの特許は1848年9月12日に取得され、生産は1850年にペンシルバニア州ミルクリークのエースニップス社で行われた。二代目のモデルにはが使用されている。現存している小銃から、第二モデルには1845年に特許を、 取得したエドワード・メーナード名が刻印されたことが分かっている。1851年になると、第二モデルは、バーモント州ウィンザーにあったロビンスローレンス、R&L 社にもたらされ、ここで、量産向けに、モデル1851が開発された。R&L 社のは、ボックスロック型のモデルであるモデル1851、ように、ナイフエッジ型の閉鎖装置とセルフコッキング装置を、 考案した。この時行われた契約は、第一契約、ファーストコントラクトと呼ばれ、1万兆余りのモデル1851が生産されることになった。このうち、約1650兆は、R&L 社で生産された。ついで同1851年に1万5000兆の、小銃を発注する、第二契約、セカンドコントラクトが結ばれ、 社が資本金千ドルの株式会社として結成された。同社では、ジョン・シー・パルマーが社長、クリスティアン・シャープスが設計担当、また、リチャード・エス・ローレンスは製造部門の長と生産の監督を兼任した。シャープスには、11兆につき1%の特許権使用料が支払われることとなり、R&L 社が所有するコネチカット州の ハートフォードの敷地内に工場が建設された。モデル1851はモデル1853の生産が始まるとこれに代替されていった。1853年、シャープスは新たに小銃製造会社をフィラデルフィアに立ち上げることとなり、シャープスライフルマニュファクチュアリング社を退社した。一方で、製造部門長であったリチャード・ S ・ローレンスは同社に泊まり、 1872年まで製造主任を務め、シャープス銃の派生形を開けした。ローレンスを長として行われた改良は、これらの小銃を有名なものにした。1874年にシャープスライフル、マニファクチュアリング社は改組の上、シャープスライフル社と改装。1876年までハートフォードで製造を続けた後、コネチカット州のブリッジポートに移転した。 1874年式のシャープス銃は特に人気のあった小銃で、八つ早にいくつもの派生型が世に出るに至った。この銃は多様な装薬量と後継長が取り扱え、また多くの40後継から50後継の弾薬が使用できた。シャープスライフル社が製造した最後のシャープス銃は、ヒューゴ・ボーチャードの設計下で、このモデルは1881年に、 シャープスライフル車が閉鎖されるまで生産された。一部の小銃、紙製薬鏡を使うシャープス M1859、M1863 小銃、カービィン銃、金属製薬鏡を使う1874シャープス、小銃、シャープスボーチャードモデル1878は、現代でも復刻生産されている。これらの銃は、南北戦争の再演イベントの際に使用されるほか、 狩猟や競技射撃でも使われている。軍用シャープス銃、またはベルダンシャープス小銃としても知られるタイプは、ホーリングブロックアクションを採用した小銃で、アメリカ南北戦争前後に使用された。標準的な雷管を使うことも可能だったものの、シャープス銃はかなり風変わりなペレット上雷管の装填方法を採用していた。 これは多量のペレット状雷管を保持しておき、トリガーが引かれて激鉄が落ちるたびに、一個ずつ突起を超えて供給するという装置だった。馬上からシャープス銃を撃つとき、個々に雷管を詰める銃を使うより、射撃がより簡易になった。シャープス銃は、ハートフォード時代のシャープスライフル、マニファクチャリング社によって製造された。南北戦争時、本銃は、 アメリカ陸軍の狙撃兵に用いられ、中でもハイラムベルダンを指揮官とした第二合衆国義勇狙撃兵連隊が使用したことで知られている。シャープス銃は当時普及していた前奏式よりも狙撃が正確にできる点で卓越しており、マスケット銃よりも優れた狙撃銃となった。狙撃の正確性が向上した理由には縦膝やうつ伏せの姿勢からでもリロードが容易だったことに加え、 薬室閉鎖機構がもたらす高い発射速度、製造の高品質差が上げられる。しかし当時にあっては、多くの士官たちは、兵員の弾薬を浪費するという理由から軍用、シャープス銃を信頼していなかった。加えて、シャープス銃は、製造費用が高く、前奏式のスプリングフィールド小銃の3倍ほどの値段となったため、モデル1859は1万000兆が、 生産されるに止まり、しかもその大部分は配備されないか狙撃手のみに支給された。ただ支給式化したライフルを使用していたはこの小銃を採用し1864年に正式廃止となるまでこれを装備していた。本銃のカービン版は北軍、南軍両方の機兵にとって非常に一般的なものであり、同時期に使用されたカービン銃よりもはるかに 多い数が交付され、世紀の前兆を持つ小銃よりも、はるかに多数が死され、生産量でも、スペンサー銃屋を上回った。ホーリングブロック作動方式は1860年代後半に、新しく開発された金属薬莢への乾燥に向いており、こうした、50から70がメント弾に乾燥したカービンの多くは、南北戦争後も数十年にわたって続いた。 インディアン戦争へ投入された。南北戦争中に作られた少数のカービンには重傷に手動の粉引き機が付属するという変わった特徴があった。長きにわたってこの粉引き機はコーヒーミルと考えられていたが現存する小銃で実験を行ったところ、この粉引き機はコーヒーミルには向かないことが判明した。今日ではこの粉引き機は トウモロコシや小麦を引くために設けられていたとするのが共通認識なっている。シャープス小銃と異なり、カービンの方は非常に人気があり、9万丁近くが生産された。南北戦争時の北軍機兵連隊では、1863年までは、本銃が最も一般的な兵器として装備された。ものの、1864年にはその多くが7連発。 スペンサー銃に代替された。シャープス銃の模造品の中には南軍によりリッチモンドで生産されたものもあったが、品質は一般的に低く、こうした銃は多くの場合鉄の代わりに真鍮の部品を用いた。1840年代後半から1880年代後半までシャープス銃には競技用バージョンが作られていた。アメリカ南北戦争の後、 陸軍が払い下げた回収済みの小銃がカスタムメイドの火器となり、シャープス銃の工場ではバッファロー狩りを営む漁師や辺境の住民のためにモデル1869及び1874を相当数生産した。こうした大口径小銃は黒色火薬を用いる最も威力の高い弾薬と一緒になされていた。 この他にも特に長射程の目標を狙うモデルも製造された。これは当時流行していた1000ヤード910メートル離れた目標を射撃するクリードモアスタイルのためのものだった。近代的な黒色化薬弾薬を使う標的射撃手の多くはオリジナルのシャープス銃やレプリカ品を用い500メートルまでの距離に動物の形に切り抜いた金属製シルエットを置いて 標的とする。や、モンタナ州のにある C シャープスアームズでは、それぞれ1983年1979年からシャープス銃の再生産を行っていた。シャープス銃の迫力を示すいくつかの映画には、1974年、1975年、1971年、1990年、また、トゥルーグリット、2010年がある。 1990年の西部劇、ブラッディガンで、トム・セレックの演じた人物は、シャープス銃を使っているが、この銃は、標準的な小銃が30光景長の重心で、あるのと比較し、34光景長の重心を持っている。追撃のバラードの中では、バートランカスター演じるボブ・バルですが、フランク・タナーという登場人物の部下達に対し、シャープス銃を1200ヤードの距離で撃っている。 映画、ブラッディガン、現代、キグリーダウンアンダーが人気を博した結果、モンタナ州フォーサイスで毎年開かれる、シャープス銃競技は、キグリーマッチとして知られている。映画のシーンを想起させるよう、各意手のために、44インチ台の目標が1000ヤードの距離に置かれる。デビッド・ペデルソリア、シャイロー・ライフル・マニファクチャリング・カンパニーのような、銃器製作会社では、こうした映画は、 小銃の需要を増やすと信じている。シアタークラフツインダストリー誌では、我々が1990年に行ったブラッティガンの劇中で、トム・セレックとシャープス銃は実質的に共演していた。と曲げ語った。この意見は、ガンズ氏のジョン・タフィニア、フィールド,ドストリーム氏のライオーネル・アットウィルのような銃器の著述化によって繰り返された。テレビ放送では、 アメリカ合衆国のクライムドラマロングメイヤー2012年のパイロットというエピソードの中で殺人の捜査にあたりシャープス銃が中心的な役割を演じている。シャープス銃は殺人の狂気に用いられその射撃動作があらすじの中核になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。